はいどうもこんにちは、ピクトンです。リトです。見てください、この装備一式を。やる気満々でダンジョン潜っちゃおうと思います。行っちゃいましょう。で、今まで使ってた、僕たちの村の下の方はもう探検しきったんでですね。ちょっと最初の村の下にあったダンジョンで行ってないところがあるんで、今回ちょっとそこから広げていこうかなと思います。ちょっと新しい発見を探しに行きましょうか。そうですね、リトーさん収録外で全然鉄作ってくれないんで、ここで掘っていこうと思います。頑張っていきましょう。では行きましょう。 Go go。 でどこかな。これ一番最初リトーがこのピクトンチャンネルに仲間入りした時に、行ったダンジョンの一角がまだ行ってなかったところよね。ここここここね。覚えてる？懐かしいね。なんかおるなんかおる。いきなり。おい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 。こっち、そうそう、ちょっとこれ昨日ちょっと収録会で見た時にこことほら鉄取ってないんよ。もったいない。いやだから多分 この先絶対行ってないはずなんよね。タイマスもなかったんで、あったら取るもんね。あ、これついでにちょっとこれももらっていこうかな。行き止まり。ただちょっとこれ空洞音がこの前したから、これ先進んでったらぶつかるんちゃうかな思って。あ、掘ってく。っていうことで掘っていきましょう。どうぞ。スコップがいるね。ゾンちゃんの声がするよ、やっぱり。あ、いるね、いるね。おる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 。うい、うい。せい、うい。これはリトーに戦われたのか。ゾンビかな？ゾンビやな？ゾンビゾンビ。絶対リトーやわ。行き止まり。行き止まり。行きどーまり？どんどん先進んでく？行っちゃうやろ。で、多分ずーっとこっちに行かな。あ、こっち繋がってる、これ繋がってる、繋がってる。早速。いいね、いいね。ゴーゴー。お。でよん。よーし、よし、よし、よし。うわ、クリーパーや、クリーパー。おー。おっと、おっと、おっと、おっと。おい。てつ。上行ってるな。上行ってるな。上、でも続いてはおるね。なんかグーグー言うとるで。ゾンちゃん、ゾンちゃん。へい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 。へい。いた。へい。いた。へい。さっきのは多分ゾンビじゃないかな。ウィ？おお、鉄多い、鉄多い。めちゃめちゃ鉄ある。ある。おい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 。リトーさん、マグマだけには落ちないようにね。もうそんな失態はしないよ。そう？同じ失敗繰り返す人間はね、何やってもダメだから。ああ、なんかもう一人のあいつのことを言うてるかのような。いやいや、そんなことないよ。じゃあ、降りていきましょうか。よいしょ。ゾンビちゃんおるかね。何も声しないね。戻る？いや、あ、なんか開けた。お？あ、あ、あ、これあれや、廃校ちゃん。このなんか、木の感じ、あ、レールがある、レール。廃校じゃない？これ廃校や、廃校。お、廃校見っけた。お、念願の。来たよ、来たよ。おーレール取ってちゃう？レール干さないよー。レール全部もらう。これで村人も移動ができるし。やったね。迷わないための道しるべっていうのをちょっと考えたんよね。ほう。で、例えばこれこっちに進んだとするやんか。で、行って何もありませんでしたって言ったときに、はい、これこんな感じでさ、これもう行ったよっていう。塞いじゃう。うん。取れないようにすると。
そうそうそう。で、あとはどっちにてか分かれへんとき、うん。ちょっと待ってよ、これ。これにしようしようしよう。例えば、この T 字路とか十字路になったときあるやんか。うん。あのときに、この、これを、こうして、松明こうして、うん、押してあげたら、行った方向が右ねーっていうのが分かれへん。ああ、そういうことね。うん。分かりやすい分かりやすい。一瞬。で、これ松明ずっと左向きに置いとったら、これ、左は進んでる、帰りは右向きになるから戻ってるって、これ分かりやすい。確かに確かに。これでちょっと探検していこうか。そうしましょう。よいしょ、雲の巣とレールは限りなく回収。よいしょ。向こうに明かりが見えるのはマグマか。こっちかな。あ、下にも続いとんか。ちょっと降りていくのはやめようか。降りていくのは危ない。うん、やめよう。だから、これちょっと左行って、うん。コロスケがいるときに本格的にちょっと、せやね。攻略しよっか。よし、みんな一旦戻ろっか。戻ろっか。ちょっと、結構怖いわ。バー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 はい、皆さん、なんとですね、念願の廃校が見つかりました。意外と近くにありましたね。まさかこっちの村の方にあったとは思わんかったね。意外とね、ピクトンアイランドの周りいろいろあるね。うん、アトラクション並みに充実してるね。充実してる。うん、ただゾンビの音とかもすごい多くてですね。なんでちょっとね、松明とかが、まあ、今回廃校行く予定でもなかったんで、ちょっと準備が足りないっていうところもありますので、うん、そうですね、ちょっと収録外で準備に備えてホロスケを生贄にしながら廃校をクリアしちゃいたいなと思います。犠牲つきものですからね、戦いには。そう、いいこと言うた。最小限の犠牲で終わらせよう。せやね。うん、ということで、ちょっと装備を整えてね、次回ぐらいに廃校に突撃したいと思いますので、はい、よかったらまた動画の方を見てください。よろしくお願いします。はい、では今日はこの辺で、バイバーイ。バイバーイ。